You're listening to Shibuya Cross FM。 令和5年11月5日日曜日、第50回目東京おしゃべりクラブラジオ、パーソナリティ雪の精霊ゆきです。皆さんこんばんは。レモニちゃん、2週間ぶりですね。はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、メディアの新しい価値観を提唱、業界ナンバーワンプログラム、あなたが探していた夢中になる番組、湧き上がる興奮、最高の舞台ステージが渋谷クロス FM 東京おしゃべりクラブレディオです。はい、ガチャン。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ね、今日は記念すべき50回ということでね、はい、たくさんの方登場されます。まあね、これね、まあ、お祭りみたいなもんです。なんか今日楽しみですね、すごい、はい、楽屋も賑やかで賑やかでね、はい、なんかもうすごい酸欠状態になってね。ですね。ね、もう密度が高高でした。はい。まあ今日もね、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、早速、今日のパーソナリティさんの、レモンちゃんのね、画像を1枚入れていただければと思います。はい、ありがとうございます。こちらですね。レモニちゃんへのアクセスはこちらからです。お願いします。はいはい、こちらです。あ、いい画像がね、今日もね、はい、いただいてます。更新させていただきました。はい、アクセスはこちらからよろしくお願いいたします。この黄色いタオル、皆さん、あ、本当だ、現地の皆さんもたくさん持ってきてくださっていて、見えてます。ありがとう。このタオルは皆さんどこで手に入れたんですかね。これはこの前、物販が、はい、あったんですよ。うんうん、で、私、まさか人生で自分の名前がタオルになるなんて思っていなかったんですけど、おー、はいはいはい、そう、たくさんの方が、うん、ゲットしに来てくださって、うん、はい、今日もたくさん来てくださってます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。レモンなんですよ。あ、レモニちゃんだからレモン、はい、そう、はいはい、イメージカラーがレモン色なんで、うん、はい、今日ちょっと黄色いんですけど、なるほど。いやー、たくさんの方がね、今日も来ていただいてありがとうございます。感謝申し上げます。はい、そしてクラブハウスのご紹介になりますね。はい、この東京おしゃべりクラブレディオというのはですね、実はクラブハウスから始まりまして、昨夜でね、1270回を超えております。はい、そんなに。そうなんです。働き方自由自在、ね、働く輝く女性と、この雪の精霊ユッキーが1対1で女性とお話しするプログラムになっております。はいはい、2021年3月18日より開催、休まずここまで来ております。すごいことですよね。はい、女性1対1、ね、男性雪の精霊とクラブメンバーさん160人の誰かお一人が登場する、こちらの QR ですね、はい、登場する。レモニちゃんもね、お話しいただいたんですよね。そうなんですよ、はい、そこが始まりでしたね。はい、緊張しました。緊張しました、私も。本当本当ですよ。なんか余裕だった感じするそんなことない。いやいやいや、仮面をかぶってるだけです。あ、なるほど。はい、23時から24時、毎日クラブハウス内で、トーク番組ですね、やっておりますので、もし気になるなという方はね、お越しいただければなと、はい、深夜のトークショーですね。はい、楽しみにしててください。はい、本日はね、今ね、冒頭でお話しあった通り目白押しです。19時10分からは、ね、ソル君、たくみ君、ね、ご登場されます。はい、そして19時25分からは激アツ、ね、大人気番組フジテレビ、はい、オールナイトフジコさんの、レギュラーメンバーさん、エブラヒミ・シーナさん。そうなんですよ、呼んじゃったんですよ。ちょっと職権乱用してしまったんですけど、はい、楽しみにしててください。職権乱用、本当に可愛いので、うん、ね、後で怒られないよね、大丈夫ね。大丈夫だと思います。思う大丈夫だと思います思います。あ、よかったよかったそして、石鹸のゆみちゃんね、毎度おなじみの石鹸のゆみちゃんも、はい、ご登場いただきます。そして、クラブ広報のさゆちゃんもね、ご登場されますので、皆さん楽しみにしててください。はい、レモニちゃんね、まあ、いろんな活動してるんでね、はい、お話もね、したいこともたくさんあると思うんですけど、はい、最近のトピックス、何かありますか？最近のトピックス、うんうん、あ、最近のトピックスといえば、はい、結構重大な、うん、お、何？大きなニュースがあって、ぜひそれを。12月にデビューが決まったんですよ、うんうん、やった、おめでとう。イエーイ、ありがとうございます。ありがとう。これデビューっていうのはどういう形でデビューされるんですか？まさかのまさかの、うんうん、もう番組内でも曲名とか発表されたんですけど、うん、はい、ウェイ東京っていう
見ました、楽曲で見ました。本当ですか、はい、録画してますから、ね、最近、あ嬉しい、ね、嬉しい、ありがとうございます。そうなんです、秋元康さんが、うんうん、作ってくださった曲で、はい、私たち、うん、フジコーズが12月13日にデビューすることに、デビューシングルを出すことになりました。うんうんうん、もう12月っていうともう11月ですから。そうなんです、もう迫ってて、うんうん、はい、もう結構スケジュールもパツパツで、パツパツ、最近はもう忙しくて、はいはい、ちょっと、うんうん、いつも配信活動とかをしてるんですけど、うんうん、してるしてる、一回行ったよね。そうなんです、あ、来てくださいましたよね、うん、そうなんですよ、うん、みんなも来てくれてるんですけど、うん、ね、はい、ちょっと最近なかなかできずごめんっていうので、忙しいんだね。そうなんです、ちょっとかなり忙しくて、うん、ありがたいことなんですけどね。いや本当ね、でも忙しい方が好きなので、うん、今とっても楽しいです。あ、なるほどね。そうなんです、忙しいの好きなんだ。大好きです、なんか、はいはい、イベントとか文化祭とかがあっても、うん、こう積極的に役職をやりたいっていうタイプの人間なんですよ。すごいね、忙しくせかせかしてることが幸せっていう感じです。あ、そう、なんか普通だとさ、まあ、そんなのいいや、もう寝てようかなとかね、そういう感じではないんだね。そうなんですよ、うんうん、積極的なレモンちゃん、はい、はい、頑張ります、まあ、12月に向けてね、うん、はい、応援してます、ありがとうございます、はい、最近のトピックでした、はい、ね、楽しみにしてます。それではレモンちゃん、はい、プレゼントの紹介ですかね。はい、はい、プレゼントのお知らせですというところがありますね。プレゼントのお知らせ、どこ行ってみようかな。ここですね、はい、プレゼントの紹介です。こちらですね、はい、プレゼントのお知らせです、はい、プレゼント応募にはこれから出る2つのキーワードが必要になります、うん、はい、出演メンバー全員の直筆吹き出しネームプレートをプレゼントいたします、はいはい、そして 新商品が出て、がぜん注目のオーガニックサイエンス様より、はい、マグバーブのプレゼントがあります。はい、日本初のマグネシウムスキンケア、ボディケア専門ブランド、この言葉を聞いてもとっても興味深いですね、はい、マグネシウムスキンケア、ボディケアのパイオニアとして、自然なものへのこだわりがあります、はい、こちらのマグマーブも1名の方に合わせてプレゼントさせていただきます。応募先は番組最後にお知らせいたします。ということで、はい、よろしくお願いします。はい、いきなり長文でしたね。はい、ちょっと焦っちゃいました。はい、ありがとうございます。ね、今日もね、早速、スポンサーさんですね、スポンサーさんの紹介に入りたいと思います。はい、はい、BMW 専門店のツタイファクトリー、オーガニックサイエンスマグバームです。好きな言葉は一石二鳥、グルメと大人計画をこよなく愛するスピンオフ、豊かな今を創造する詩の世界、浅川真子、以上各社の提供でお送りいたします。ああ、ここまで順調かな、今日。今日は結構パツパツなんでね。パツパツなんです。時間を詰めながら、はい、詰め詰めていきましょう。はい、それではね、ここでかかっている曲ですね。この曲は誰の曲でしょうか。はい、東京じゃんけん。あ、じゃけんさんですね。じゃんけんさん。じゃけんさんですね。東京じゃけんさん。あ、じゃけんさん。すいません。はい、東京じゃけんさん、スターラビリンスです。はい、映像とともにお届けします。レッツゴー。行ってみましょう。レモンちゃん。ね、はい、スターラビリンス、いい曲だね。あ、いい曲です。ごめんね、すごい高かったね。すみません、ちょっと高かったです。高かったです、うん、はい、マイクスタンドが、はい、スターラビリンスをお届けしました。ここでね、ラジオ CM、 ゆみちゃんの、ラジオ CM がね、ここで入ります。はい、ね、番組ではね、広くラジオ CM をやりたいという方を募集しております。はい、はい、我こそはこの番組を応援したい、自己 PR をしてみたい、うんうん、出演者を応援したい、はい、そんな方はね、ぜひ雪の精霊宛てにメッセージをいただければと思います。お願いします。はい、ラジオ CM いけるかな。高橋さん、どうですか。 OK、 レッツゴー。ラジオ CM、thank you.
ね、はい、イエーイ、今夜はありがとうございます、50回記念、50回記念おめでとうございます。ひょっとして応援しに来てくれた？もちろん嬉しいね、応援しに来ますよ、もちろん心強い助っ人が心強い、はい、じゃあゆみちゃんの、ね、画像ですね、こちらで、ゆみちゃんのアクセス先、こちらに表示したいと思います。はい、お願いします。はい、ゆみちゃんといえばどんなことやってますか？はい、はい、私はですね、はい、うん、東京都の大田区池上っていうところで、手作り石鹸講師とですね、はい、あとアロマセラピストを、うん、やっております。欲張りだね。欲張りですよ。2つもやってんの？やります。同時にできるの？手がいっぱいやって、いやちょっとわーってこういう感じでできるの？いやいや、石鹸作りながらこうアロマとかそういうんじゃない？すごいね、かっこいいね、そんなんね、できた。そういうんじゃない？違う、うん、ちゃんと教室は教室でやります、うんうん、そしてセラピストはセラピストでちゃんとこうさっきちょうどデジャブデジャブさっきちょうど楽屋で、はい、私たちも女子2人なんで、うんうん、ちょっと私と今回のね、うん、これから来るゲスト、うん、女子2人で、はい、ちょっと美容に私たち興味があるので、はい、教えてもらったんですよ、どんなことするんですかって。あ、本当？そうなんですよ、うん、一言ではね、わからないですよね。あ、教えていただいて、あ、でもいいね、そういう機会がね、接点があったんだ、はいはい、俺の知らないところ。そうですね、女子はね、やっぱりね、美容に興味があるもんね。そうです、そうです、はいはい、もう美しいお二人ですけど、またさらにもっともっと美しくなりたい、これ女性の願望かもしれないね、はい、女性はもうずっとね、なりたい、そうなりたい、可愛くなりたい、そうですよ、なるほど、うん、東京大田区、まあここからも近いんでね、うん、そうですね、行けます、うんうん、そうですね、はい、近いですね。ただ女性専用っていう話。あ、そうです、うんうん、そうです、うん、あ、オイルトリートメントは女性専用なので、はい、ちょっとね、うん、まあ、男性はっていう感じなんですけれども、なるほどね、ちょっと時間作って行ってきたいと思います。お、ぜひぜひ。お、いいね、ぜひ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 、ね、そう、よもぎ虫とかもね、ありますからね。よもぎ虫、はい、女性にもいい、やりたい、ね、興味あります。今話題なんですよ、うん、よもぎ虫、うん、ね、そうですよね、デトックス効果あります、すごい流行ってて。おお、そうなんですね。でもんちゃんさすがだね、本当、はい、女子力高いね、調べてますんで。さすが美容はね強いよ、でもんちゃんよもぎって言ったらなんか食べる方かと思っちゃうよ、俺なんかね。あ、そのよもぎもね、うん、でもそれもそっち側の、いや、でもね、それも抗がん作用があったりとかね、うん、そう、いいんですよ、よもぎ茶とか、うんうん、いいんですよ、ね、でもね、よもぎ虫は、うん、そう、ね、今、今すごい流行ってます、ね、もそうですし、はいはい、あとね、婦人科系にもいいんですね。そうです、そうです、ね、そうですよね、だからそうですよ。どうやるの、それ、よもぎ虫。あ、よもぎ虫は、うん、ね、椅子がありまして、うんうん、その、よもぎ虫を、うん、と、あ、なんですかね、壺みたいなのがあって、うん、湯気を出すんですよね。そうです、壺によもぎの、ね、葉っぱと お湯を入れて、うんうん、なんか煮出すみたいな感じなんですね、うんうん、そう、湯気がね、で、うん、蒸気が出てくるので、 それを直接女性のところに当てるんです。どこ、女性のさしてください、それは嘘でしょ。いや、本当ね、そんなことやるの、本当に。それ嘘でしょ。いや、本当なんですよ。そんなことやって大丈夫なの？それで体の中からこう毒素を出す、それです。あ、俺知らなかった。それですね、もんちゃん、それです。下から上にこう上げる感じ、よもぎの。なんか中に湯気を、ね、そうそうそう、座って、うん、そう、なんか穴が開いたとか、なんかおかしいね、これね。椅子がありまして、本当なんですよ、うん、で、そこに俺をはめようとしてないよね、全く。なんか伝統的なやり方なんですね。伝統的、そうそう、ね、韓国でもね、すごく、うんうんうん、椅子に穴が開いてまして、はいはい、その下に、うん、そのよもぎとお湯が入ったそのね、うん、壺があって、うん、そこで蒸気をこう座って蒸気を直接当てるっていう。あ、そういう、本当になるんだ、そういうの。本当にそうなんです、うん、体にいいわけ。めちゃめちゃいいですよ、デトックスね、肌もすっごい綺麗になるらしいです。そうです、そうです。あ、本当勉強になった、はい、今日、うんうん、肌ピカピカですもん。そうね、やだー、やばい、こんなかわいいね、森ちゃんに言われたらすごい。いやいやいや、どうしよう。いやどうしよう。どうしよう。いやなるほど、まあ、そういったメニューもいろいろある、取り揃えているのが、はい、ゆみちゃんのサロンであると、はい、もう一回ちょっと、ね、これ出してみましょう。女性の方、気になる方いらっしゃると思うんでね、女性専用ということですね。はい、はい、そうです。こちらからアクセスいただけます。東京、大田区、はい、池上ということですね。そうです。はい、営業時間は？あ、営業時間はですね、うん、朝の10時から、うん、20時まで、はい、営業しております。本当？して本当ですよ。本当？早じまいとかないね。早じまいは、うん、まあ、たまにあるね、うん、今日休みだね。今日休みね。今日休んでます。はい、じゃあ皆さん、はい、ご興味ある方、もしありましたらね、ぜひぜひ、こちらの方アクセスいただけると嬉しいです。はい、嬉しいです、はい、で、ゆみちゃん、今日もう一つ、はい、今日ね、新しい、うん、スポンサーさん枠がね、はい、入ってますけど、はいはい、好きな言葉は一石二鳥、はい、グルメと大人計画をこよなく愛するスピンオフ、はいはい、これなんですか？こ
はい、何でしょうかね。当てた素早い高橋さん、今日冴えてんな、うん、本当ですね、サクッと、うん、ありがとうございます、うん、これはどういった、あ、ですね、これは、うん、これは何でしょうか、ゆみちゃんのお知り合いの方、私の、そうなんですよね、ご支援いただいてる方ですね、うんうん、はい、そうそう、で本当にね、もうグルメとこの大人計画っていうのが何だって感じなんですけどね、うんうんうん、まあスピンオフさんという方ね、そうです、はい、スピンオフさん、なるほど、ね、新しいスポンサーさんとしてね、ちょっとメッセージ送ってください、スピンオフさん見てますか、あ、ね、見てますか、ありがとうございます。これ何の写真なの、うん、これはね、東京都内のかき氷だそうですよ、うん、かき氷、そうそうそう、あ、なるほど、うん、グルメが ね、すごく大好きなので、まあ、いろいろね、詳しくて、でも、うん、これ真っ赤だね、ね、真っ赤ね、これいちご味多分、普通あの上の方だけ赤かったりするじゃん、はいはいはい、全面赤いよね、そうそうそう、全面赤い、これ狙ってんの、これすごい、狙ってんじゃないですか、なんかいいかき氷そうですね。ね、ちょっと。でもちゃん、ちょっと多分。いい表現だね、いい表現だ、ね。高めのいいかき氷、お高いやつな気がする。うん、そうそう、多分ね。なってくるかなって今俺ヒヤヒヤしてたんだけど、さすが不祥事だね。はい、ありがとうございます。びっくりした。ありがとうございます。なるほど。このかき氷のね情報も何かあったらスピンオフさんに聞いておいてくださいよ。じゃもう次回そうですね。聞いておきます。うん、ね、まだこれからスポンサーさんね長く続くと思うんで。ね。ね、はい。よろしくお願いします。はい。今日ね、だいぶ時間もしてるんですけど、はい、何か番組を見てる方にガツンと50周年ですか、あ、50周年、50回記念ですからメッセージ、はいはいはい、お願いします。はい、はいはい、東京おしゃべりクラブはですね、本当にもう素敵な女性が集まってる、あのクラブメンバーが集まってる、はい、クラブですので、はい、これからもね、本当たくさんのいい情報なども聞けるかと思いますので、はい、ぜひぜひ、ね、皆さん応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はいね、この160人の女性のメンバーさんってあの雪の精霊ユッキーが一人一人集めてるんですよね、はい、あ、すごいですね、一人一人オファーさせていただいて、はいはいはい、まあ、レモニーさんもそうですし、ユミちゃんもそうですし、一人一人にお声掛けをして、はいはい、まあ、160人の女性メンバーさん集めて、はいはい、夜な夜な23時から24時話してるわけですよ、うん、そうですよね、1対1でクラブハウスで、はいはい、誰が出るかはお楽しみね、はい、ぜひそれも、うん、東京しゃべりクラブ、はいはい、フォローいただければと思います、はい、よろしくお願いいたします。ゆみちゃん今日はありがとう、短い時間だけど、こちらこそです、ありがとうございました、ありがとうございました、呼んでくれてありがとうございます、はい、お母さん見てるかな、お母さんに一言言ってくれる、見てると思う、お母さん、お母さん、そうなんですね、はい、はい、まあ、いつもありがとうございます、はい、ね、N なんとか K みたいになっちゃいましたけどね、なったね、最高、いいよ、それもいい、はい、ありがとう、今日もありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、ここでね、ラジオ CM、こちらが流れると思いますんでね、ちょっと行ってみましょうか。ドアになってますけどね。こんばんは。お、イエーイ。こんばんは。イエーイ。さえちゃん、クラブ東京おしゃべりクラブのね広報さんです。はい。今日はなんかとっておきの情報をいただくそうで。はい。はい、そうですね。はい。今日はですね。うん、私おしゃべりクラブで、うん、まあ、広報担当させていただいてるんですけど、はい、もちろん CM 皆さん募集してますので、その時は私の QR コードでぜひ、はい、はい、TikTok で今ちょっと注目されてる、うん、はい、子がいて、私があのファッションとかスニーカーとか結構好きなので、うん、はい、はい、すごい好きなので参考にちょっとしてる若者がいて、うん、あ、そうなんですね、そうなんですよ、で今日は、はい、ちょっとゲストさんでちょっと特別に、うんうんうん、はい、呼んでおりますので、本当に特別、特別でございます、はい、あの絶対、絶対です、もうでもちゃん楽しみだね、はい、誰を連れてきてくれたのか、はい、はい、その前にさゆちゃんの、ね、QR コードを、はい、出していただきお願いいたします。先ほどの、ね、ラジオ CM 自分も出してみたいなっていう、ね、方いらっしゃいましたら、画面1枚にお名前とか、ね、好きな言葉入れてラジオ CM 出すことができます。もちろん、ね、これ無料じゃありませんけれど、皆さんぜひご興味持って YouTube にも、ね、残りますしね、はい、はい、誰かを応援しているそんな、ね、メッセージでも、ね、はい、いいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、早速ね、はい、じゃあさっきの話に戻りますけれども、はい、読んでみましょうか、はい、じゃあ読んでみましょうか、
はい、はい、じゃあ自分がウェルカムトゥ東京おしゃべりクラブレディオで呼びます。はい、はい、いきますよ。はい、ウェルカムトゥ東京おしゃべりクラブレディオ。はい、せーの、せーの、はい、ソウルくん、おとなしいな入り方が、はい、はい、ヤイバーズのお二人です。ソルくん、たくみくんです。ヤイバーズのお二人です。ありがとうございます。強そうな、はい、本日はお忙しい中、はい、ありがとうございます。今日はね、50回記念ということでね、花を添えていただけるということで、はい、お二人に来ていただきました。はい、はじめまして。はい、簡単に自己紹介の方お願いできますか。はい、はじめまして、ヤイバーズのソルキースっています。よろしくお願いします。はい、もう一方とヤイバーズで一緒に楽曲制作してるたくみです。よろしくお願いします。お願いします。かっこいいな。今日はね、どんな意気込みで来ていただけました？いや、今日はなんかまあちょっと急遽決まったってのもあるんですけど、ちょっと皆様とお近づきできるように、ちょっといろんなところで盛り上げられるように頑張りたいなと思いました。いやいやいや、たくみさんどうですか？いや、そうですね、ソウルキースが全力で頑張るっていうんで、そこを僕がいいアシストをできるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はいはい、お二人のユニット名はヤイバーズさんで大丈夫ですか？そうです、ヤイバーズです。はい、これどっからついたんですかね、この名前。これもう本当に、なんていうんですかね、ちょっと某アニメの、うん、鬼滅の刃っていうのがあると思うんですけど、うんうん、そっち系のなんかそのヤイバー、ヤイバーみたいな、眠たいことをなんかヤイバーみたいなこと言ってて、そっからお二人とかなんてヤイバーズみたいな。へー本当、あのくだらない理由で作ったんです。ね、鬼滅の刃ってレモンちゃん見たことある？もちろん、うん、めちゃめちゃ流行ってましたもんね。うん、私の周りも、うんうん、見てる子多くて、うんうん、なんか家族愛が、はい、結構結構泣けるシーンとかありますよね。そうなんですよね。はい、なるほどね。そうですか。そこから2人のお名前がついたと。そうですね、はい、ユニットのグループの名前がつきました。はい、あと、はい、気になるキーワード、スニーカーって話題はどういうことですか？うん、音楽以外にもですね、2人で結構スニーカーとかファッションのインフルエンサーとか、TikTok で動画配信してまして、はいはいはい、そちらの方でも結構活動してますね。はい、なるほど。で、もう一人の彼もそうなんですけど、はい、そうです。僕がまたスニーカーのチャンネルとは別で、うん、流出グルメっていうアカウントでグルメの、うん、インタビューをしているっていうの動画を TikTok で上げてます。なるほど。これ、はい、スニーカーへの思い入れって何かあるんですか？いや、もう本当に思い入れはもともと洋服とか好きだったんですけど、やっぱ音楽もずっと好きで、うん、その海外のアーティストさんだったりとか、うん、かっこいい人たちを見ても中学生時代からわこれ履きたいな、このファッションしたいなから思いがずっと詰まって今に至ってますね。はい、レモンちゃんスニーカー履く？スニーカー履きます。はい、私チビなんでよくヒールを履くことが多いので、うんうん、たまにしか履かないんですけど、はい、でもスニーカー、私は真っ白いスニーカーが好きで、はい、なんかすごい流行った方あったじゃないですか。うん、あるあるある。なんだっけ、エアフォースワン。あ、そうです、そうです。はいはい、エアフォース、ね、そうそう、はい、分かってくれた、うん、すごい俺出てこなかった、ごめんね。そう、こんな可愛い方が、そうですね、エアフォースワンなんか入ってたら、うんうん、街の人みんな見ちゃいます。はい、なるほど、お上手です。なるほど、なるほど。はい、それではね、今日お二人ね、来ていただいたのは、50回記念に花を添えていただけるということで、一曲ご披露いただけるということで、はい、よろしくお願いします。準備は OK かな、高さん。はい、行ってみましょう。曲のタイトルお願いします。はい、すみません、ソルキースで F Days です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。一緒に今日は初めましての皆さんだと思うんで、よろしくお願いします。ヤイバーズのソルキースって言います。ラップやってます。 SK 見ててください。毎日がファキです。今日が待ちたくない、いつまで経っても変わらない、そう忘れてるファキです。俺は掴みたい Wanna be free、 今を生きて生きたい、yeah、 あれがるこれがるまるでくだらないループ俺は縛られてるロープ、でもやりたいことをやってる、生きていくのは残酷、襲いかかめない恐怖、真っ暗な世界目を閉じる、そして今日が終わる。俺はニュース聞きながら踊り、悲しなベイビー、キリキリこの狭苦しい世界、感じ取るぜ未来。毎日が敵です、この我慢してくれ、いつまで経っても変わらない、そう思せてるファキンです。俺は掴みたい Wanna be free、 今を生きて生きたい、yeah、 毎日が敵です、この我慢してくれ、いつまで経っても変わらない、そう思せてるファキンです。
これは掴みたい Wanna be free 今を生きて生きたい、yeah、ノリがいいノリ悪いそんなのマジでどうでもいい他人の目なんきしない自分には嘘はつかない虚言がまとわる現実囲まれてるコンクリジャングルいつも飲まれそうになるだからこいつでぶっ壊す俺の鬼を席聞きながら踊りやりたくないこともやらない俺はこいつ歴史俺はまだ死ねない毎日がガキですこの我慢してくのにいつまで経っても変わらないそう捨ててるガキです俺は掴みたい Wanna be free 今を生きて生きたい、yeah、毎日がガキですこの我慢してくのにいつまで経っても変わらないそう捨ててるガキです俺は掴みたい Wanna be free 感じ取るまま生き抜くこの世界乗るか反るかはお前次第今を生きて生きたい、yeah、ラッキーズかぶるかけらを自在どこから飛び出すくらいもう一個さ誰な世界いつまで経っても変わらないそのせいでやるバキンです俺は掴みたい Wanna be free 今を生きて生きたい、yeah、毎日がバキンですこの我慢してくのにいつまで経っても変わらないそのせいでやるバキンです俺は掴みたい Wanna be free 今を生きて生きたい、yeah、すいませんありがとうございましたエクデイズですソルケースでしたありがとうございますすごい、はい、今日はありがとうございますありがとうございますありがとうございます素晴らしい曲ねありがとうございますはいぜひね番組最後まで後ろの席でね、ご覧いただいてはい、1個椅子もう1個チャーターできるかな、うん、もう1個できるかな椅子初めて生でラップ聞きましたいやー生でねすごいいや素晴らしいありがとうございますはいありがとうございますありがとうございますはいいやー生っていいねすごいめっちゃ乗っちゃいました見てねえさゆちゃんありがとう素晴らしい方をね、こうね連れてきていただいてありがとうございますありがとうございますいやーやっぱり歌っていいねいいですねいいですね盛り上がりますね盛り上がりましたもうねあの歌詞の一つね乗るか反るかっていうのがね、うんうん非常に頭に残っていてもうすごい、ね、ちゃんと、はい、ちゃんとピックアップしてる、はい、乗るか反るかもう乗った方がねもう勝ちだと思うのねそうですねね反ってばっかりじゃしょうがない、うんうんうんね、楽しんだもん勝ち的なねそう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 今日はありがとうございますありがとうございます素晴らしい歌ありがとうございましたはい、それではね時間もだいぶ押してきましたそうですねはい押してきましたねはいここで、もう一方ゲストの方あら、ついに、ね、あ、ついについについに今日ね、ゲストでいただく方はレモニちゃんにとってどんな方ですか私にとって、うんうん、うお姉さんであり親友である、うんはい、人ですはい、それでは呼んでみましょう Welcome to 東京しゃべりクラブレディオシーナさんありがとう来てくれてはいいやーシーナです今日はねもう電撃的なねご登場でかわいい今日もかわいいこんな面と向かうことないからちょっと恥ずかしいかもしれない真剣なあ真剣で新鮮な感じだった緊張して、はいはいはい、でもえなんかすごいあ私 の、うん、あのタオルを持ってる方が来ました来ましたシーナありがとうございますシーナピンクなんですよあーそうですよ嬉しいですね私多分イメージコラピンクそうそうそう私ピンクなんですよ、はいはいはい、じゃあまずね早速自己紹介の方、はい、お願いできますかお願いしますはい自己紹介でも自己紹介も緊張しちゃうんですけど私レモニと同じ立教大学4年生の現役大学生をしながら、今はモデルだったりとかタレント活動をさせていただいています、はい、エブラヒミシーナと言います今日はよろしくお願いしますありがとうございますかわいい今、ね、あの同じ大学って言ったんですけどあまり合わないってどういうことですかね
そうなんですよ、なんか大学内ではね、あんまり合わない。意外とね、やっぱ学生数も多いですし、キャンパスも広いし、あと学年もやっぱ違うので、空きコマの時間とかもね、あんまり被ることがなくて。なるほどね。実はまだ大学内では遭遇したことない。あ、ことないんですよ。一回も。そうなんです。そうですか。でも他でいっぱい合ってるから。そうだね、めっちゃ合ってるよね。めっちゃ合ってる。めっちゃ合ってる。めっちゃ合ってます。最近あの、そうなんです、お仕事が結構多いので、もうほぼ毎日ぐらい先週は会ってました。毎日一緒にいるし。お仕事、あの例のさっきの歌とか。そう、あ、そうです、そうです。番組関係の番組でね、さっき多分ね言ってくれてたけど、一緒に私もデビューすることになったので。やった、やりました。やった、みんな絶対聞いてね。お願いします。絶対聞いてね。嬉しいですね。デビューに向けてすごいね、お仕事がいっぱい、あのスケジュールがパツパツで、私たち頑張ってやってます。いや、本当ね、忙しい中今日来ていただいてありがとうございます。仲間なのでお願いします。お願いします。ね、椎名さんといえば、まあね、まあテレビでも皆さんご存知の方多いと思うんですけど、なんか普段のね、椎名さんっていうのもちょっと聞いてみたいですね。なかなか聞いてみたい。普段何やってるの？教えて。そう、教えて教えて。言えてないです。教えてになってた。教えて教えて。はい、どんな感じですか？何をやってるんでしょう？何をやってるっていうのは、まあピンときてさ、なんか言える範囲で、普段はこのことやってますよ。他にしてること、モデルとのお仕事？お仕事じゃなくても、欲しいもの食べに行くのが好きで。ああ、そっちか。それこそちょっとなんか私が、なんか私の日常を話して、えってびっくりされることの一つ。え、何？知ってるかな？爆弾発言じゃないよね。いや、爆弾発言じゃない。安心してください。私生放送慣れてるんで。安心してください。でも、すごいやっぱ女の子、男の子関係なくびっくりされるのは、私すごいカフェ巡りが好きなんですね。カフェに行くのが好きなんですけど。インスタたくさん載ってる。あ、そうそう、私インスタのハイライトとかに美味しいお店まとめたりしてるんですけど。めっちゃおしゃれなんですよ。いや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 。インスタが。なんかそれを、休みの日、まあ、お仕事がない日とか学校がない日に友達と行くのが好きなんですけど、なんかせっかくだったら、まあそのカフェの美味しいもののご飯だけじゃなくて、私も一緒に写真撮りたいから、もう何軒、1日3軒とか回ったりするんですね。そんなに行っちゃうんだ。そうで、プラスでお店によって洋服も買えるんですよ、私。嘘でしょ。本当なんですよ。1軒出てまた洋服変えてまた次行くの。そうなんですよ。どこで買えるの洋服？まあなんかお手洗いとかで、まあお洋服変えて、結構大きい、なんだろう、なんかトートバッグみたいなの持ってって、せっかくだったらね、可愛い写真も撮りたいし、インスタグラマーの鏡です。私もそこまでしたことないです、まだ。あ、そっか、同じ洋服だと、あれ同じ服で写ってるけど違う店だよね、あれって言われちゃうもんね。そうですね、まあなんだろう、そこまでそのなんか皆さん気にしないかもしれないんですけど、やっぱりなんか結構ありがたいことに、女性のフォロワーさん、ファンの方もいたりして、そういう方にそのお洋服参考にしたいからいっぱい載せてほしいって言ってもらったりとか。おしゃれ番長なんです。いやいやいや、もっとね、頑張ります。いつも可愛くて、服が。そうか、カフェ巡りね。それがすごい趣味かもしれない。私も前一緒に行きました。ね、行ったよね。どこだっけね、あそこ。池袋の学校の近くにね。そうそう、学校のランチ行ったりとか。近くね。あと渋谷も行ったよね。渋谷も行ったね。なんか結構行ってますね。そう、表参道も行ったね。どこだっけ？表参道のさ、昼からランチして。はいはいはい。あとあれも行ったよ、東京駅とかも行った。行った行った。もう行き過ぎ、行き過ぎてる。一緒に活動するんですね。そうなんですね。ファミリー。そう、ファミリーです。なるほどね。大学っていうとこうね、学年離れてるとどうなのかなと思うんですけど、お二人すっごい仲いいんですね。そうだよね、なんか全然、まあでも後輩感はいい意味でないかも。なんか妹、なんだろう、なんか妹であり親友でありみたいな。全然私もレモに相談したりもするしね、なんかいい関係性だなと。なるほどね。まあ打ち合わせ会場でもね、あ、すごく和んだ雰囲気、仲の良さがね、伝わってくる。今日ここまでも一緒に手組んで歩いてきました。びっくりしました、あれって何手組んでるんだ、そんなに仲いいんだ。そうなんですね。そうか。じゃあカフェ巡り、あとは何やってるんでしょうね。何や、あ、でも、なんだろう、番組外のお仕事、お仕事のちょっと宣伝していいですか。あの、今アパレルブランドのモデルとかもさせていただいてて、あの、女性のアパレルブランド、メルティっていうアパレルなんですけど、それが11月の30日から12月5日まで、あの、そこの渋谷のモディってわかります？あー、モディっていうところ。そこでポップアップをするみたいで、そこの
あの大きい看板に私の写真が載せていただくことになったので、やったやったやった、見に行くってほしいです。これ いつから今月末11月30日から。そうなんですよ、冬写真撮りに行く。そう、みんなぜひなんか、ね、シーナちゃんいたみたいな、お仕方してください。あ、いいなるほど。今月末から何日まで？12月5日まで。5日まで。そうなんですよ。もう一回場所の説明をお願いできますか？渋谷のモディの1階、はい、1階のなんかポップアップブースがあるので、うん、そちらでぜひ見てみてください。これも多分ね、インスタとかね、そうですね、またインスタとか、そう、X とかでも告知する。シーナのインスタ、あ、そうです、ぜひ、はい、めちゃ出ました、こちらからフォローしてくださるととっても嬉しい。おしゃグラムなのでもっともっと頑張ります。で、レモンちゃんも当然行っちゃうよね、それね。行けます、もちろん、推し活しに行きます。いや、嬉しい。嬉しいですね。昨日、昨日っていい推しの日だったんですよ、知ってましたか？ね、なんか私も 見ましたよ。なんかツイッターで結構、そうそうそう、みんなツイートしてて、ハッシュタグいい推しの日って、うん、あ、そうだったんだ、昨日。そう、昨日ね、推し活されたいね。みんな、推しはいるかな？推しはいるかな？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 やった、タオルを見せてくれてます。あ、すごいですね、ありがとう。ありがとうございます。ピンクと黄色がいっぱい、ね、ありがとうございます。ね、今日はね、初めてね、この渋谷クロス FM、はい、ラジオの方も初めてってこと？そうですね、ラジオは初めてですね。あ、でも、なんか出演過去にしたことはあるんですけど、うんうん、はい、でもこんなにその、はい、なんだろう、外に、はい、このいろんな方が来てくださって、うん、見られながらの発信というか、うん、ラジオは初めてなの で、はい、もうまだまだ緊張してます、うん、私ガクブルすごいたくさんの方がガクブルですよ、ガクブルガクブルね、ガクブルガクブルガクブル。なるほど。ね、まあ、いろいろね、初めてだと考えちゃうことも多いと思うんですけど、うんうん、実際来てみてやっぱりいいですよね。いいです、本当にすごくね、うん、やっぱり見たことある顔の方もすごい多くて、うんうん、物販とかで、うんうん、私やっぱりなんか雰囲気が温かいから、そうなのよね、すごいなんか和んでます今、うん、分かる、なんかもっと喋りたいってなっちゃいそう。なるほどね。そうそう、誰かに何かを伝えたいね、ご両親ですとか、まあ、ファンの方とか、ファンの方に何かメッセージもね、いただきたいですね。ファンの方に、うんうん、ちょっと改まっちゃうとすごい緊張しちゃうんですけど、まあ、ね、ちょこっとメッセージ、うんうん、シーナのちょこっとメッセージ。いや、でも本当にいつも、うん、SNS でもそうですし、うんうん、実際に物販、最近だったらイベントが結構あったりして、うん、直接お会いできる機会もあってすごい嬉しいですし、うん、本当に皆さんから の温かいメッセージだったりとか、うん、言葉だったりっていうのが本当に励みになっていて、うん、もうそれがないと多分こんなに頑張れてないと思うので、うん、本当に感謝してるし、ね、もっともっとビッグになりたいので、はい、ぜひこれからもついてきてくださると嬉しいなって思ってます。嬉しいね。いや、これね、ビッグになりたいってね、ね、レモンちゃん、はい、ね、椎名さんのこの夢というかね、何かあるんですか、うん、大きくなりたいっていう。私はこれ知ってるんですよ。あ、知ってるの？何だろう。いや、でもやっぱりいっぱいあるんですけど、うん、でもずっとここ以外でも言ってるんですけど、うんうん、いろんなところで活躍できるモデルさんになりたいなっていうふうに思っていて、素敵。そうですね、雑誌にも乗りたいし、うんうん、大きいステージも歩きたいし、うんうん、あと他にもやっぱりテレビとかいろんな今メディア媒体があると思うんですけど、うんうん、そういう場所でマルチに活躍できる人になれたら嬉しいなっていうふうに思ってます。これ間違いなくね、ビッグになりますね。いけるいける。感じるも頑張ります。感じるよね。私ももうひしひしと、ひし目の前から。いやいやいや、まあ、いつもね、いつも感じてます、一緒にいて。いやいや、こちらこそですよ。なるほど。一方でレモンちゃんの夢っていうのはまた違いましたもんね、はい、そうですね、うん、私も結構そのマルチにいろんなことやりたいなって思ってるんですけど、うん、そうですね、まあ、でも私も最近ちょっとモデルのお仕事とかアパレル系もやらせていただいてて、はい、うん、この前椎名が、あ、言ってないんじゃない、ミス立教のこと言ってないよね。あ、そうだね、ミス立教2020、うん、あ、そうなんですよ、ね、知らない方もいるかな、うんうん、そうそうそう、あ、ごめんなさいね、これ再現ちゃって申し訳ない。いやいやいや、椎名がそう去年ミス立教2020に、うん、去年のやつに出てて、うん、でそこで一緒だったファイナリストの方、はい、だから椎名のお友達とこの前たまたまアパレルの撮影で一緒になったんですよ、はい、そこもね、立教つながりでね。そう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 、でも繋がってるわけだ、ね、うんうん、そこもね、仲良くなって、なんか私はすごい嬉しいです、うん、お友達同士がお仕事でね、椎名の話で仲良くなれて、うん、どっちからも LINE 来ました。恥ずかし
に同時に送って同時に仲良くなりたいみたいな。じゃあいろんなつながりね、接点があるんですね、お二人ね。ね、そうだよね、本当に。で、ちょっとずれちゃったんですけど、まあ私もちょっとずっと言ってる夢があって、私はこの世界を飛び回るリポーターになりたいっていう夢がずっとあって、私も去年ミスコンに参加してたんですけど、私が出たのは立教のではなくって、全国の大学1年生限定のミスコンだったんですけど、それでもその目標を結構最初から言っていて、そう、海外に行きたいとか世界を見たいちょっと冒険心が素敵ですよね。本当に期待叶うよ。いやいや、なんか海外危ない感じもするけど、ね、ちょっとね、大丈夫なの？そこはいろんなノウハウを身につけて自分の護身術みたいなのを、ね、身につけてね。そういえば、シーナすっごいめっちゃ綺麗でお姫様みたいじゃないですか。すごい日本人に見えます？どうだろう、日本人、純日本人だと思いますか？かな？違うんですよ。違うかな？違うんです、はい、まあ名前の通りね、分かると思うんですけど、あ、そうだね、確かに確かに、名前見てこれが純日本人だったらちょっとびっくりだと思うんだけど確かにそうじゃん。俺なんて言っていいのか分かんなかったけどなんか引っ掛け問題かな実はみたいな。そう、私父がイランの人で、日本とイランのハーフなんですよ。そうなんです。で、ね、日本とイランのハーフってね、なかなかいないっていうか、あんまりなんかちょっとマイナーな国だったりするじゃないですか、はいはい、だからそれもあってというか、覚えてもらいやすかったりしてて、はい、名前も、ね、覚えたすぐ分かるし、あと出身が私沖縄県なんですよ、イランと沖縄、そう、イランと沖縄で、もう濃いところが混ざっちゃうんですけど、ね、そう、だからぜひなんか、あ、まあなんかハーフの子だとか、沖縄の子だってちょっと覚えてもらえたら嬉しいなって思ってます。なるほどね。まあ、テレビのね、画面でもね、よく拝聴してたんですけど、いや実際会ってみるとね、本当華奢な感じ、小さい感じで、いや本当にね、キラッと輝く本当にプリンセスみたいだもん、ね、もうモデルさんっていうのはね、もう絶対これはもう道がね、もう開けてますありがとうございます、ね、本当にいけると思います。ありがとうございます。一緒に頑張ろう、ね、一緒に頑張ろう、ね、来年の今頃はね、もう二人はもう遥か彼方遠いところにもう、ね、大舞台に立ってるかもしれない1年でどれぐらい、ね、そういけるか。1年後にはね、確かに、ラジオね、ちょっとすいません忙しくて出れないんですけどそんなこと言わないでくださいよ。言わない、言わない、お願いしますよ。頑張ります、ね、私 MC なんで頑張ります。たまにね、呼んでいただいて、ね、じゃあ私もぜひまた来れたらいいな、また一緒にやろう、ね、ね、やりたいですよね、何か大きい舞台があったらね、ほんと木の役でもいいですから呼んでください。木の役、ユッキー、ちょっとユッキーの木でさ、木の役かなんかやってそこ立ってなよみたいな、ね、やります、やりますよ、やります。泳ぎ会じゃないんだからでもちょっと見たいかも今時木の役ってもう幼稚園生ぐらいまでしかないでしょそうだね、まあ、ちょっと話変わるんですけど、はい、学園祭、そうですね、はい、行ってきました。ありがとうございます、本当に、はい、生でね、見に行こうと思って、そうなんですよ、ちょうどの入ろうと思ったらですね、会場に新田さん今日いらっしゃいますか、あ、はい、で今日出られると思います、うんうん、すみません、1分前に締め切ったんですけど、ゆきさん何の舞台ですか？ね、ひみさん の, 何の舞台ですか？昨日実は、ミス立教コンテスト2023、そうそうそう、私が実際出たファイナリストとして出てたのは2022なんですけど、今年のファイナルのステージがあって、でそれ の去年のファイナリストのゲストトークみたいなところがあって、はい、生で見たかったんだよ。そうで出させていただいたんですけど、なんかね、さっき聞いたらそう11時15 16分に行ったのに、そう1分前に締め切りましたって言われて、きつい、ね、しかもなんか厳しかったらしいですよね。そう、いや、もう1分前に締め切りましたんで、そんなに人がたくさん来てたんですか？でもね、どうなんだろうね、会場の中見れなかったんですね。あ、そっか、いっぱいでした、多分ね、今日来てくださってる方にもいるのかな、多分来てくださった方が、ね、いるそうで、昨日も学内で声をかけてくださる方とかもいて、すごい嬉しかったです、ね、もう1分差で入れなくて でもね、スマホでね、ずっとライブ中継やってたんですよね。あ、そうなんですよ、 YouTube だった、 YouTube 配信があって、外でたこ焼きとかね、焼きそば食べながら、ね、超アリーナ席ですよ、これアリーナ席ですよね。そうですね、もう距離感一番近いですもんね。え、どこでやったの、立教のタッカーホールでやってて、そう、タッカーホールか、そうなの、大きいホールね、そうそうそう、あるんですよね、いろいろやってるステージで、
ね、楽しかったです。なんか、ね、1年前はすごい緊張してたというか、うん、やっぱり私もあのバカズを踏んでなかったのもあるし、あの実際に自分が出てる側っていうのもあって、すごいもうマイクをプルプル震わせながら喋ってたんですけど、そう1年越しに出たステージはやっぱりなんかすごい感じるものがあって、本当にちょっとでもやっぱりなんだろう、テレビに出させてもらったりとか、うん、そのいろんなところで喋る機会っていうのが増えたので、うん、ちょっと、うん、なんかちょっとずつ自信がついてきて、うん、なんかすごい大人になったなというか、私は強くなってる、そうそうね、なってるなって、なんか自信持って話すことができたんじゃないかなって、うん、すごい落ち着いてるよね、まあ、レモニちゃんもそうだし、ね、椎名さんもそうだけど、もう本当ね、お若い2人もう本当に肝が据わってるいやね、安心感あるしね、本当ですか、もうゲストさん、MC もう任せて安心な感じ、もうだって俺なんかさっき突っ走っちゃってさね、その行ってきましたどうのこうの何の回ですかってちゃんと突っ込まれてるんですよ、説明しないとダメですよ、自分だけ分かってちゃダメですよ、もうこれ基本中の基本なんですよ、基本中の基本、もう安心感あってね、さすがですよ、本当にありがとうございます。もうだいぶ時間もしてきたんですが、あっという間ですね、はい、本当に、はい、何か今後の予定とかね、話せる範囲で、まあ歌の話もありましたけど、まあまあまあ、シークレットなものもね、多いと思うんですけど、そうですね、何か、うん、頭にパッと浮かんだもの、何か、パッと浮かんだもの、はい、まあ、やっぱりその私たちが毎週出てる番組、うん、はい、もうあの、ね、金曜日の深夜から放送されてるので、毎週、はい、引き続き見てくださったらすごい嬉しいなっていうふうに思いますし、はいはい、あの SNS も結構高頻度で、Twitter、X、うん、Instagram、そして TikTok もやってるので、うん、よかったらぜひ、うん、見てくださったら嬉しいなって思っております。シーナの TikTok もめっちゃ可愛いんですよ。はい、俺いいね3つ押しました、さっきから。あ、本当ですか、嬉しい。少ないです。ちょっとシーナさんのね、アクセス先もう一度出していただけると嬉しいですね、はい、シーナさんへのアクセスはこちらからかわいい、よろしくお願いします。で今日だけじゃなくね、またねぜひスタジオにも遊びに来てください、来てほしい、ぜひぜひ呼んでください、うん、ね、今日なんかいっぱい突っ込もうと思ったんですけど、うんうん、突っ込めなくてやっぱりね緊張感があります、テレビの中のあの人だっていうイメージ、いやいやいや、とんでもないです、うん、私は、うん、そう同じですよ、もういい、今日はこれを突っ込んでやろう、こんなこと聞いてね、普段ないお話をしてみよう、うん、いや、うんうん、なかなかそうもいかないです、いやいやいや、何でも聞いてください、だん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 ね、溶けてくると思いますけど、そうですね、ね、またぜひ、はい、うん、2回目ぐらいで、うんうんうん、ぜひまた、なんかどうしよう、なんかいつか常連とかになって、いいですね、いいでしょ、また来ちゃったみたいな、そういうの大好き、そういうの大好き、はい、はい、じゃあ早速ね、あのプレゼントのキーワード今日一ついただきたいと思います、はい、何か思いつく一言で、え、何でもいいんですか、はい、何でもいいよ、え、何それ面白い、椎名のなんか、うん、なんだろうトレードマーク的な、トレードマーク、え、じゃあ、うん、なんかずっとあの自分で言うのすごい恥ずかしいんですけど、あ、分かった、あのもう言われてる、分かった分かった、あのなんか呼び名みたいなのがあって、うん、あるメンバーみんなで呼んでるんですよ、はい、姫って呼ばれてるんですよ、はい、姫、はい、キーワード一つお願いします。じゃあキーワードはスニーカーちなんで、スニーカーで、スニーカーと姫の2つを書いてこちらのアクセス先に応募ください、はい、この直筆のネームプレートがプレゼントになります、裏にサインもあるよ、はい、今日マグバームとかね、この直筆のメッセージとかプレゼントになりますので、皆さん11月12日までです、締め切り間際です、あと1週間です、さあ番組放送まであと8秒になりました、皆さんまた2週間後にお会いしましょう、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、今週もありがとうございました、50回記念スペシャル、ありがとうございました、50回でした、また